ラブンスは VR コンテンツに連動して振動したり、ライブチャットの課金チップに合わせて振動するラブグッズを開発する香港発祥メーカーである。すべてのおもちゃは、Bluetooth とインターネット経由で、スマホからコントロールできるため世界の裏側からでもおもちゃをコントロールできる同社は、創設者が遠距離恋愛をしていた2009年に設立され、 当時はテレディルドニクスへの関心が高まっていました。2013年には最初のアプリでコントロールできるおもちゃであるマックスとノラが発売されました。2015年、クラウドファンディングのウェブサイトインジエゴゴで調達した10万ドルの支援を受けてラッシュをリリース。それ以来、ラブンスは遠距離恋愛中のカップル、VTuber、ゲームファン、 ライブチャットのパフォーマーなどに愛用されています。また、オープン API を開放しているため、世界の多くのボランティア開発者により、同社のおもちゃを使ったアプリケーションが開発されている。主に、海外ライブチャットにて、パフォーマーがパフォーマンスする際に使用する主要なおもちゃとして、同社のおもちゃが使用されていることが多い。日本国内では、x オアシスという VTuber、 用のプラットフォームでキャストとお客さんのリアルタイムコミュニケーションに試験的に使用されている。また、2021年1月には FC2 のライブチャットにていった実験にて VTuber により1時間に11万円以上のチップ収入を記録。2021年2月には20万円以上のチップ収入が記録された。日本では株式会社テクアビッツが 2020年3月から輸入販売を行っている。ありがとうございます。